学園アイドルマスター、どうも、ネオモンゴル一派の矢口です。ということで今回から学園アイドルマスターやっていきましょう。ということでアイマスの新作っていうことでやっていきたいと思います。実際ね、私アイドルマスターシリーズはデレマスのアニメぐらいから入って、それ何年前、9年前らしいです。もう絶望したけど、はい、新作やっていこうか。まあシャニマスに続く新しいのっていうことで、結構これまでね、あのアイマスシリーズはやってきたんですけど、今んとこ俺が気になってるキャラは月村手まりと篠崎ひろ、この2人がちょっと気になっております。ということでやっていきましょうか。よろしくお願いします。はい、さあということでプロローグ、入学式ね。あ、はいはい、なんかあれやんな、主席みたいな、そんな話やったよな。だからこうやって前で言ってんねんや。なあ、赤がこういうタイプっていうな。うん、今まで、おお、あれこれは、あ、違う人か。花海ちゃん。お、新入生代表による挨拶が終わる。おう、あ、俺ね、プロデューサー、いよいよだ。数々のトップアイドルを、輩出してきた国内最大のアイドル養成校、初星学園。プロデューサーとして俺の新生活が始まる。ほう、あ、立てね。これあれか、社長的なそんな感じの人ね。笑ってますが、若きプロデューサー候補生よ。はい、わしは獣王国をこの初星学園の学園長。名前強そうすぎるやろ。さて、お主の名前は確か、はい、山口と申します。よろしくお願いします。そうであったな。はい、お主が入学したこの学園にはアイドル科、アイドル科、すなわちトップアイドルを育てるための学び屋がある。結構ね、その育成前やと歌が下手みたいな、そういうのもあったりして、めっちゃ楽しみやな。アイドル科の生徒をスカウトし、ね、立派なアイドルに育てるのがお主の仕事というわけじゃ、うん、まあこの辺はあの最初のアイマスのあれやな。そう、お主は学園の生徒であると同時に、はい、アイドルを導き育てるプロデューサーでもある。はい、優秀なプロデューサー候補生をさらに強化育成する場、うん、それこそが我が校が推進するプロデューサー化制度なのじゃ。俺は俺で生徒でありつつプロデューサーっていうね、その同級生みたいな、そんな感じなんやな。あまたの難関を突破し、わしの前に立っているお主には、結構今までってな、その大人と子供とかそういう関係性やったところが、同級生とかな、生徒であるし同じぐらいの年であるっていうな、うん、今更な話であったな。はい、今後の活動については担任教師から聞くとよい。はあ、やっぱりプロデューサー、お主の活躍に期待しておるぞ。ありがとうございます。獣王さんね。ああ、ああ、初星学園プロデューサー科へようこそ。こういう先生が一番好き。あの、わかるな、君呼び。わあ、こういう服着てるわ先生な。絶対いい匂いすんねんな、通った時に。あの、思わず振り向いてしまうような先生な。あー、かわいいな。君の担任を務めるネオアサリです。はい、アサリ先生って呼んでくださいね。ネオアサリ先生、アサリ先生。いよいよ今日から、え、顔かわいい。学園生活が始まりますよ。あら、顔がかわいいですね。プロデューサーとして、生徒として、はい、より大きい日々を過ごしてください。わあ、絶対いい先生や。では早速初仕事です。はい、私に教えてください。何を？君がプロデュースする。おお、アイドルのこと。はいはい、ここね。お、この3人からなんや。いや、じゃあ俺言ってたあの月村手まりちゃん行こうかな。これ結構なツンデレみたいな子で、俺はね、はって言われるのが好きなんで。夢、おお、あ、でも一応みんな必ず達成する目標。聞けんねんな。友達不要です。夢を叶える役には立ちません。やっぱいいな、こういう性格の子、好きすぎる。私は勝負が好き。はいはい。勝つのが好き。負けるのが大嫌い。そうやねんな。なんか主席みたいなんで、結構あの力強めなね、赤の子っていう。
か。私は褒められる。これお金大好きな子ね。私を褒めてくれる人が好き。だからファンのみんながたーしい。藤田ことね。あ、わかる。でもこういうタイプもいいねんな。結局曲良かったしな。へえ、1年生1年生全員1年生か。ほう、ここでもうすでに3サイズが書いてあるっていう。あ、へえ、っていうかこのさきちゃんが一番でかいと。なるほどね。これ知ってた？実は赤い子には全員アイマスって入ってるっていうね。アイマスね、入ってるらしいですよ。これ豆ね。うん、はい、ということで月村てまりちゃん行きましょうか。顔が可愛いな。うん、51キロ、ほう、一番重いと。まあでも身長があるからのやつやな。はい、ということで月村てまりちゃん行きましょう。お、歌唱力、ダンス力、表現力、信頼力、中東部ナンバーワンユニットシングアップの元メンバー。1年生にしてすでに1000級の歌唱力を持つ。そこに問題あり。悪い噂多し、トラブルメーカーめっちゃ好きやわ。そういうタイプで。事前情報はこんなところか。よし、スカウトに行こう。いやでもな、大人じゃないからこそね、ちょっとありそうな感じあるよな。何がお前にわかんねんみたいな言われそうやんな。おー、すでに、はははは、ありがてー。いやー、ツンツンしてくれるのすごい助かるな。月村てまりさんですね。はい、あなたはいいな。こういうものです。プロデューサーです。あなたに話があります。レッスン後に、お時間をいただけないでしょうか。これな、ちょっと服めっちゃ可愛くない？太ももがいいですね。ね、はい、待たなくていいです。今ここで聞きます。はい、あ、では率直に、お、あなたをプロデュースさせてください。お断りします。一発で。私のことをよく調べもせずに来た方を信用できません。お、じゃあ俺がつらつら述べていくんやな。よく調べてきたつもりです。その上であなたをスカウトしたい。え？私が起こした問題を。ああ。知っていると。あ、やっぱ、え、結構そんな響くぐらいそこ不良なんや。知っています。なのに私をプロデュースしたいんですか。ほう。ぜひ。少し。へえ。考えさせてください。まあなんかそういう問題を起こしたから一人でやっていくって決めて今までしてたみたいな、そういう感じかな。プロデューサーの存在は、おお、私の助けになるかもしれない。かわいい顔して。いいえ、期待はしないでおこう。うん、私はそう決めたんだから。ああ、やっぱそういうタイプっぽいな。月村さん、何かお怒りですか？何でもありません。うん、考え中なので話しかけないでください。まあでも結構そういうことがあって一人で頑張っていこうとしてるから結構周りの人を突き放してるっていう感じか。そんなに怒ってるみたいに激川やん。え、何それ。ともあれ、悪い話じゃないと思う。そう思ってもらえてるなら、制度の恩恵を受けられるだけでも十分なメリットだし。うん、それに今の私をスカウトしようなんて人、へえ、他にいるわけない。何を起こしたんよ。決めました。お、私をプロデュースさせてあげます。ああ、上からいや、ここまで見れたらすっごい可愛いけどな。めちゃくちゃ怒らせちゃった。ああ、なんなんその猫なで声。体熱くなるわ、なんか可愛すぎひん。顔面いいなあ。あ、ありがとう。これからよろしく。感謝します。感謝します。え、割と表情コロコロ変わって可愛いな。私には夢があるの。うん、必ず叶えると誓った夢が。はい、だから。どうした？私を失望させない。ありがとうございます。へえ。あ、なんとかスカウトは成功した。しっかり信頼を積み重ねていこう。このハテナハテナハテナってパワーみたいなもん。トラブル的な。おー、信頼度アップ。これが1個目の話ね。うん。お、ほんで。今回の目標となる定期公演について説明しますね。はい、うん。初星学園には定期的に行っている初め
という公演があるんです。なるほど。中間と最終2回の試験を突破することで、粗品みたいな停止じゃない、初めに出演することができますただし、はい、メインステージでライブをする権利を得るためには厳しい条件を満たす必要があるんです。そういうところやな、はいはい、最終試験の結果は特に重要です、うん、さあモーション可愛いなこの先生。いくつものハードルを乗り越えた先、うん、君の担当アイドルが大歓声の中でライブをする姿を。おー、あ、お、横画面で映像が流れます。行きましょうか。見せてくれるんや。え、顔かわいいよな。おー、っていうかすっげーぬるぬる動いてるやん、やばいな。な、なんか1キャラを丁寧に出力するからこうぬるぬるでめっちゃ動くようになってるみたいだね、言ってましたね。へえ、いいな。縦画面に、どうですか、はいはい、想像できましたか俺の妄想力すごすぎるやろ。その光景が現実になるよう頑張っていきましょう。はい、へえ、せん、おお、はいはい、プロデューサー遅いです。おお、かわいい。ちょ、あの厳しいこと言われても基本的にありがとうしか感想がない。さあ、プロデュースが始まりましたね。今回の試験は特別に最終だけです。フォローするので安心してくださいね。ほう、中間最終ライブっていう感じで進んでいくと、パラメーターを上げ、ほんで、あー、その基準に乗ってればいいと、合格しやすくなると。はいはい。お、アイドルのパラメーターやアドバイス、審査基準はこちらで確認ができます、うん、まずはダンスレッスンでダンスを上げてみましょう。これ上に言ってるからってことやな。はい、ダンスが見れると、お願いします。あー、この服も可愛い。へえ。お願いします。 3D モデル綺麗すぎひん、ちょっとエグいな。レッスンは欠かせませんね。はい、まずはレッスンの基本を説明します。うん、しっかり覚えてアイドルを導いてあげてくださいね。この中にもこういうのあんねんや。そのゲームシステムはあんま確認してないねんな。お、カード、クリアまでの必要なパラメーターと、現在のアイドルのパラメーターはこちらで確認しますよ。うん、レッスンでは決まったターン数行動することができます。今回は残り3ターンみたいですね。もうスキルカードを選択して使用することができます。お、これ3ターンしてクリアに。悪くないかな。へえ、顔面かわよし。いいやん、すっげえかわいいけどな。な、ツンツンしててもね、あの激弱な感じがいいな。まだまだ、はいはい、足りないです。へえ。お、最終試験まで2周。うん、まあでもあれやな、最初ではまだ分からんけどな、その仲良くなっていってるんやな。ボーカルレッスンね、もちろん全力で。こっちもやっていくと、さあボーカルレッスン。へえ、なんかあれやな、やっぱ綺麗や全体的に。うん、へえ、まあでも結構上がるときは上がるな。うん、これで全て OK と。できた。へえ、あ、服かわいいな。おお、あ、E まで上がったと。よっしゃ。まあ、これを繰り返していってパラメータ上げていくみたいな。反省点。お、もっと詳しく教えてください。はいはい。まあ、親密にはなってるわ。プロデュースさあ、ということで、まあ、最後の一周になっていくってことやな。お、体力が少なくなっているようですね。お、休む。で、休んでくれると、うん、ここにもあるんやな。はい、いよいよ明日は試験ですね。はいはい、今までのプロデュースの成果をここで発揮しましょう。うん、おお、はいはいはい、明日は最終試験だ。万全な体調で挑んでもらう。お、プロデューサー、あー、え、服かわいい。なんかあれやな、え、お腹透けてるやん。この透け感は良くないね。だから1年生やろ。だから高校1年生にこの格好をさせてるわけよ、同級生の女の子に。変態ですね、プロデューサー。負けることなんてありえないから。自信あり。
あ、こういう会場なんや。よろしくお願いします。すごい透けてるね。そこばっかり目いく。あ、ビジュアルみたいなのはちょっと足りひんみたいな感じなんや。で、サインに入ると合格できると。うん。お、あ、ここにもあるんや。レッスンと同じスキルカードを使用し、スコアを上昇させて順位を競います。現在のスコアと順位が上に、はい、3位以内だと合格。お、で、スコアを上げていきましょう。お、ファンサをすると、あらー、かわいい。ちょ、ベタ褒めすぎる。準備運動でさらに集中上げとくか。基本集中上げてれば強い気がすんねんけど、3位ぐらいやったら微妙なんや。やりました。まあでもな、一応合格は合格やから、信号機の2人に取られたな上。まだまだ、ああ、全然足りない。まあね、プロデューサーすぐにレッスン入れてください。うん、全然喜んでなかったら、すごいな。今回の結果が出ましたよ。モチベが高すぎる。サイね、まだまだってことで、ね、おめでとうございます。おお、はいはい。アイドルのライブがありますね。しっかり記録を取ってあげましょう。激写すればいいんですね。お、横画面で開始すると、え、あ、20回撮影できます。あら、あ、これ全体曲ね。おすごい。わー、顔が可愛い。やっ、ゴーゴー、おら、いけ、あ、ちゃんとこういう、あ、やばい、あ、むずい、むずいぞ。あ、ちょっとこっちファンサ欲しい。おー、あ、ここ、ちょっとむずいぞ、むずい。このよし、いけ、これなんか、あ、2カメ、あー、近い。お、激近や。おお、こういうライブ系、オッケー、よし。お、一般のモブみたいな。どういう気持ちで見てんねんそれ。あ、お、終わっちゃった。お、終わっちゃった。お、アイドルの成長によってライブが変化。え、でもこれじゃない。あ、ちょっと早く見せてほしいな。メモリーを獲得しよう。え、でもあれやんな、フォトを選びましょう。これここ、この近いのが良くない？自動撮影ダメダメやんけ、こんな。全然やんか。この激近ガチ恋距離でいいんじゃない？これじゃね？これ以外ありえない。あら、生成。おー、これで一つの、思い出になるわ。お、777、これは熱いかもしれへん。パチカスのパチカスの車みたいになってしまった。はい、プロデュース、ファンサ。お、いろんな意地っぱり試行錯誤、こういう何がもらえたと。メモリー生成完了。おー、あ、で P レベルが上がると、まあ育成していくごとにこういうのが上がっていくんや。お疲れ様でした、プロデューサー君。はい、あー、かわいい。初めてのプロデュースはどうでしたか？先生が一番かわい、あ、一番って言うと語弊が、あの、いろんなところにあれが行くんですけど、先生すごいかわいいな。プロデュース中はレッスンだけじゃなく、うん、休んだり先生に相談したり、へえ、いろんなことができるんです。そうなんですね。担当アイドルが成長するために今何をするべきなのか、うん、スケジュールを確認して最適な方法でプロデュースしてあげましょう。わかりました。さて、今回のプロデュースは野外での、はい、このライブは定期的に開催されています、うん、何度でも挑戦してどんどんアイドルと成長していきましょう。わかりました。いい成績を残すと行動で最高のステージライブができますよ。あんまやから外でやらされてたんや。もちろん簡単なことではありませんが、はい、君が育てたアイドルがきっとたどり着けると信じています。もちろん、アイドルがステージで輝けるよう導くのがプロデューサーの役目、うん、素敵なアイドルに育てられるよう頑張っていきましょうね。お前なんかモーション可愛いな先生。
先生相手にお前って言ってしまったけど、お前可愛いやないか。あ、やっぱ俺のさ写真なんかすごい愛着湧くなこのシステム。あー、初回ダウンロード。あ、ほんで映像ね、最初のやつやんな。あれ違うわ、アニメや。おー、すごい。でもみんな可愛いよな。もっさもさや髪の毛、学園アイドルバスター。へー、あ、いいよな、ヒロちゃん。あとギャルとかで、あ、このお嬢様みたいな子も可愛かった。いやー、ちょっとみたいな。あー、これもしかしてこれ俺の環境がザコイからガッチガチになってるってこと。ちょっと見てられへんな、これは良くないな。ちょっとごめん、俺の環境悪すぎひ、ちょっと改善したいな。録画してるからかもしれへんけど、えぐいぐらいぐちゃぐちゃやったな。ごめん、せっかく見たかったわ。なんか さあロギンボーナスもらって。まあまあまあ、最初ってね。お、初星学園へようこそ。プロデュースを始めましたと。まあでもあれやな、ん、 SSR プロデューサーアイドル獲得可能。ちょっと行ってみる。お、これが入学記念で、もらえるの。くっそ、あ、すごいな、全員にあるんや、確保。ちょっと手まりちゃん、ちょっと、いや、いいなぁ、ちょっといいなぁ、すっげぇ好きかも。あー、ほんで王子様系のね、うん、あ、リーリアちゃんね。あ、この子もな、すごいね、うん、ハーフの子で、あの目、瞳がね、青い女の子で、これあれ、なんとかデスバーの子やな。で、ギャル、ギャルいいね、この曲いいねんな。で、あの激細のね、いや、どうしよっかな、ちょっと待って。で、これあのお姉さんね、いいな。これでもわかんねんな、その俺が年上じゃない以上すごいね、ありなんですよ。実際に年上っていうところがすごいポイントが高い。一回さガチャ引いてさ、ここで当たったらそこでいいしさ、その違う人を狙っていくっていうのでいこうか。とりあえず最初はバカバカ引いていったらいいと思うねんな。普通の2連ガチャいきましょう、一旦ね。わあ、なんか SS とか当たってほしいな。普通に結構今のところこの黄色っぽいライトがついてますが、ちょっと虹色なって、あー、黄色 SR なんやろ。あ、っていうか虹じゃね。うわ、ちょっと待って、うわ、 SSR でっかでっか。ほんでサポートカード、サポートカードって何あれ、サポートカード、サポートカードって何や。まあ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 、アイドル、あれ、あ、これか、サポートカードって。なるほどね、プロデュースのやつと違うわけね。ちょ、10連いこうか、ここで引こう。 SSR、 そのプロデュースの方が欲しいわけやな、これ。さあ、ということでこれ出しましょう。線が出てくるから、このもったいぶるな。あー、あれ、一個光ってるけど、これがどっちなのかわからん。あ、これが R のプロデュースやん、これ。どんどん先生を頼みは私の生徒なんですから。サポート癖、先生や。おい、先生かわいいけど、一、なんか膨らみが
可愛かったけど、膨らみが可愛いってなんだやろ。わあ、あんまりプロデュースは上がらん感じか、もしかして。わあ、サポートだらけや。お、ほんで藤田琴音、これプロデュースね。あー、サポートか。まあプロデュースはプロデュースの方で引くしかないってことやな。まあでもサポートが結構重要になるっていうのは多分思うねんな。結局先生多分強いんちゃう。そう、手まりちゃんがすごい良かったから、手まりちゃんの SSR もらいたいっていう気持ちもあるんやけど、どうなんやろうな、ちょっと気になってる。やっぱ SSR のね、篠沢ひろちゃんね、こっちも見たいっていうのはすごいわかる。っていうか上級者向けって書いてる。え、そういうのあるんや。ちょっと上級者向け行っていいか、ひろちゃん。行きましょう。なんかな、この細さ気になるよな。昨今ムチムチがね、あの幅を利かせておりますが、ここちょっとね、細いっていうのがな、いっぱい食べさせてあげたい欲を刺激するというか、ちょっと獲得しましょう。可愛いよな顔、三つ編み可愛いな。おー、もらえたと。ひろちゃんね、なんか細くていいね。お、獲得しましたと。お、レギュラー。なるほどね、こういうプロデュースのこういうのがあって、それぞれ行っていくってことか。ちょっとひろちゃん行ってみる。ここで一応 3D モデルとか見れんねんな。わ、お姉さんすごい服着てるな。ちょ、ひろちゃん行ってみるか。苦手でも、せっかくやし。本気だよ。よっしゃ。で、この辺を使っていけばいいってことやな。早送りはせんで、ちょこちょこ見ていきましょうか。プロデューサーくん。うん。今回の目標となる定期公演について説明しますね。この辺話したっけ、さっき。学園には定期的に。ああ、これ言ってたな。はじめ。ちょこちょこ飛ばしていくか。中間と最終、その粗品のところね、初めに出演することができます。お、ここでユニークな経歴だ。彼女を担当するプロデューサーはきっと苦労するだろう。上級でどんなもんにいけるかっていうところね。歌唱力、表現力、ダンス力、運動能力、はてなはてなはてな。14歳で大学を卒業した天才少女。もうすごい学歴で差があります。詳細な経歴はベッキー。入学試験は座学満点、実技0点。学園長による面接評価は、優秀とのこと。嘱望されていた将来を捨てアイドルを目指した理由は不明。へえ、理由は不明なんや。ほう。お、篠沢ひろ。ははは、細すぎる。あの大丈夫ですか。かわいいやん。いや、もうぐったりしてる。このあれが可愛いな。な、あの、まつげのさ、その、白髪感っていうか、可愛いな。アルビノ感。な。うん。もうすでに、な、実技や0点感があるな。うん。目覚めましたか？どこ？おー。細いねー。あー、ちょっと待って。見れへんわ。保健室です。覚えてませんか？あなたは急に倒れて。覚えてる。うん。運んでくれたの。もちろん。ありがとう。あ、見れるわ。あー、全体が見れへんな。どういたしまして、どうかベッドに戻って休んでください。ほどなく、保健医が戻ってくるはずです。ちょっとやっぱ細すぎるよな。いやー、でもこのさ、首にかけてのちょっとこの空間はすごくいいよな。手先がスラってして可愛いな。へー。あなたは。はい、プロデューサーでございます。うん、プロデューサー課1年、山口と申します。私、篠沢ひろ。顔かわいいな。もう、初めまして。あ、かわいい。こちらこそ。いや、ぐったりしてたけどな、さっき。はい、私をプロデュースしてほしい。あー、いきなり急ですね。お、なんで。おい、お前速攻でうん言えよ。なんでお断りすんねん。いや、そっちのその態度もおかしくない。あなたはアイドルに向いてる。お前そんなこと言うなよ。なんなんこいつ。笑われた。そうなんだ。どんな関係なんこれ。上機嫌になった。私のこと知ってるの。ほん。あ、調査済みです。
あなたは有名ですからね。14歳で大学卒業やもんな。そうなの。14歳で大学を卒業した天才少女。日本有数の頭脳を持つ神童。そして入学試験の実技で初星学園始まって以来の点数を叩き出したもの。0点ね。いや逆やわ。実技が0点なのによく入学できましたね。筆記が満点だったから。強すぎるけどな、それはそれで。それでも本来ならば不合格になるはずです。アイドルが務まるとはとても。面接の時変なおじいちゃんは。変なおじいちゃんって、あ、こいつか。この学園でトップアイドルを目指すが良い。まあでもな、無難に全部高いよりは尖ってた方がおもろいもんな。な、パラメーターぐちゃぐちゃの方が。そんなバカな。学園長には何が見えているんだ。あー、ちょっとその辺俺弱いな。こんなん絶対な、頑張ってたら応援したくなるけどな。冷たいね。私をすごく低評価しているのがわかるよ。なんか嫌やわ。なんなん、俺の意思と反して山口が動いてる。じいちゃんじゃなくてあなたが正しいと思う。自信持って。それはそうなんや。あ、ありがとうございます。うん、どういたしまして。不思議な子やな。将来を期待されていたあなたは全てを投げ打って初星学園に。なぜアイドルになりたいと。一番私に向いてなさそうだから。おお、なんからしいっちゃらしいな。プロデューサー、うん、ちっともわからないって顔してる。天才の考えることね。ちっともわかりません。しばらく一緒にいればわかるかも。あら、なんかちょっと距離近いの助かるな。篠沢さんの事情気にはなりますが、プロデュースをしろという話なら引き受けることはできません。お試し。契約解除すればいい。いや、そんな捨てていいみたいな言い方。どうしてそこまで。プロデューサーになってくれそうな人。ほう、俺だけなんや。私がアイドルになるためにはプロデューサーが必要だから、まだ分かりにくい。いえ、分かりました。お、プロデュースを引き受けましょう。お、とりあえず1ヶ月。嬉しい。やった。私アイドルにちっとも向いていないけど。そう、ほんまに全力で頑張るよ。まあでも体力面がそうなんや。それはきっと。顔が可愛いな。おお、ということでプロデュースすることになったと。嘱望されていた将来を捨てアイドルに目指した理由は不明。いわく一番自分に向いていないからとのことだが、事実全くアイドルには向いてないと思われる。なぜプロデュースを引き受けてしまったのだろう。お、不安だ。まあでも実際プロデュース科の生徒としてな、プロデュースの結果が成績になるからな。だからプロデューサーとしてはあんまなんかもしれへんな。なこと言うなよ、ほんま。ほっそー。さて、篠沢さん、今の実力を見せていただけますか。うん、いいよ。お、ほっそー。頑張れ。かぼそ。向いてないな、これはこれで。かぼそ、声がかぼそい。もう体力ゼロやもんな。私の実力。まあでもここを上げていくわけやな。状況は分かりました。まずは休憩しましょうか。ちょっと歌っただけやけどな。その服かわいいな。さあプロデュースしていきますか。まあでも最初はいろいろ上げていけばいいんかな。ダンスがすごい低いけど、じゃあダンスいこうか。頑張れ。担当食べなあ。体力作りからのスタートやもんな、完全に。早速気分転換。まあ残り2ターンやしな。クリアはクリアまで乗ったけど。あら、かわいい。顔がかわいいね。よし、ということでいけましたね。初星水、アイマス水みたいなやつ。どんだけ元気ないね。お、はいはい、おはようございます。篠沢さん。おはよう、プロデューサー。
どうしているの？どうしている？登校前に話しておきたいことがありますので。お、一晩明けて体の調子はいかがですか？筋肉痛がすごい動いてなさすぎるな。倒れたのは単純な疲労が原因とのことでしたね、うん、私運動不足だから、うん、昨日のやつか。体力も筋力も全然ない。なあ、なさそうやもんな。レッスンにちっともついていけなくて、うん、終わった後倒れちゃった妖怪戦言ってる場合か。そのようですね。さて、プロデュースを引き受けたからには全力を尽くします、うん、お願いします。じゃあもうドカ盛り食うしかないな。まずは報告から。篠沢さんの座学の免除の、手続きをしてきました、以後一部の授業には出席せずとも良くなります。そうなんだ。もうそれで完全にもう体力作りに振るんや。空いた時間はどうすればいい？うん、その分レッスンをと言いたいところですが、篠沢さんの場合レッスンを増やしてもこなせません。あ、休憩に当てるんや。そうそう、うん、空き時間は休養とイメージトレーニングに当ててください。イメージトレーニング。まあでも俺しっかりしてんな。一応プロデューサー、目をつぶって頭の中でレッスンをするんです。お手本を思い浮かべて真似してみるのがいいでしょう。体力が減らないレッスン、うん、合理的、私に合ってる。まあでもちゃんと合わせてんねんな。人によってアイドルの動画、うん、それもいいですね。しかしここは、初星学園です。すぐ身近にもお手本となる人がたくさんいると思いますよ。確かに。ほう、目の前で観察した方が効果的、うん、やってみる。お、よろしい。続いて確認があります。篠沢さんの食事習慣についてです。何食ってんねやろうな。私が不健康だから心配してる。うん、何も食べてなさそうやもんな。健康診断の結果がよくありませんでしたからね。何歳よ。篠沢さんのプロデュースをするのにあたって最も不安なのは、私に才能がなくてアイドルになれないこと。あなたがまた倒れ、いやまあそれはそうやねんな、ほんまに。プロデューサー、うん、体力面がね、ごめんなさい心配させた、うん、いや、そういうわけですので食事習慣について確認させてください。いいよ、ちょうど朝ごはんの時間だから一緒に食べようマジで何食ってんねんやろうな篠沢さん、これはディストピア飯やんけ。アップアイドル養成ご飯。何それ。私は深く反省した。アイドルには健全な肉体が必要いやもうそんなディストピア飯みたいなん食ってんねんや普段から。ご飯とドリンクで健康になる。目キラキラして。後で成分分析をさせてください。いいけど、プロデューサー疑い深いね。いや、やっぱもうちょいな元気になりそうなもん食わなあかんよな。当然の警戒だと思いますが、その味はどうなのですか？とっても不思議な味その美味しいともならへんやん。食事でストレスをためるのは本末転倒ですよ。プロデューサー、私はね、ちっともアイドルに向いてなくて、何をやってもうまくいかなくて、うん、心配されるばかりで誰にも期待されない今が、一番下から一歩ずつ登っていこうとしてる今がとても幸せ、うん、へー、だから大丈夫。プロデュースを引き受けた今もあなたのことが分かりません。ただ一つだけ共感できることがあるとするなら、うん、困難な仕事はとても楽しい。張り切っていきましょう、お互いに、うん、へえ。わ、なんかこの辺いいな、すごい。お、今日のプロデュース状況をメモしておこう。とにかくレッスンに耐えうる体力を早急につけてもらわねば。まずは体力作り。あ、座学免除済み、食事改善済み、困難イコール楽しい。あ、こうやっていろんなん書かれていくんや。自分だけのそのね、プロデュースノートみたいなのを作っていくと。へえ。わ、いいなこれ。お、一緒に歩いて、うん、歩行もって言ってたけど。勉強の時間だね。お、勉強の時間勉強はすごい行きたくなってるな。一緒に行った時何を言うかみたいな。お、学生アイドルにとってお勉強もとっても大事。頑張ってください。プロデューサーとしてそこもバッチリサポートしましょう。
俺あんまいらなさそうやけどな。といっても彼女に教えるようなことってあるんでしょうか。篠沢さんもわからないことくらいありますよね。あのね、お、私歴史苦手だよ。え、歴史なんや。わからない。勉強したことない。あ、では戦史から。戦国時代が面白いですよ。身近な近代文から。これ倍ぐらい変わんもんな。一番下言っとくか。知ってるよ。アインシュタイン、ファインマン、湯川秀樹。分野が、偏ってますね。もっと幅広く学びましょう。幅広く。ホーキング、それって広がってるんですか。得意分野なら歴史も詳しいとの、ことでしょうか。楽しみにしていますね。何にしろこれからが楽しみですね。流された。すごい流された。宿題まで終わらせた。あ、えら、かわいいな。なんかもうすごいかわいいわ。あ、先生も、倒れなかった、褒めて。真顔かわいいな。お、何、気になる様子。あ、篠沢さんの様子が気になるな。お、覗きに行くんや。プロデューサーだ。じゃあデフォルトが保健室。レッスン中に倒れたと聞きました。体調はいかがですか。ほんまに大丈夫かこれ。死にはしないと思う。怖いこと言わないでください。なるほど。え、保健医はなんと体力不足で倒れたんだろうって、あ、やっぱりそうなんや。痛いところはないんですね。走ったから脇腹が痛い。ほんまに体力ないな。なあ、困り顔かわいいな。はあ、私にやはあ、ちゃうわお前。安心しただけです。心配かけてごめんね。あんまり倒れないようにしてみるかも。そこ自分でのやつちゃうもんな。倒れないという約束はできないらしい。へえ、なんかいいな。面白会話をずっとしてるもんな。あ、今日お出かけと相談。これ熱いな。行きましょう。あら、あ、はい、みすず。あ、これあの育成じゃない効果なんかな。なんか学園名簿みたいなんでいたわ、この人。スースー、この二人仲いいんや。とても気持ちよさそう。ほん、だけどこのままにしておいたら風邪をひいてしまいますね。おー、おっとりしてる。篠沢さん、起きてください。え、声がいいな。寝るならお布団の中にしましょう。みすず、大丈夫。お日様があったかいから。この二人相性いいんかな。ポカポカしてて気持ちいいよ。みすずも一緒にお昼寝しよう。ポカポカ。ここだけ時間の流れがゆったりや。そうですね。こんないいお天気ですから。ではお隣失礼します。どうぞ。おやすみ、みすず。おやすみなさい、篠沢さん。一番いいやんこれ。一番いいコミュやん、何かもらったけど。よかったね。というかお出かけ自体は俺とするわけじゃ、あ、これね、はいはいはい、その間に挟まったんや。最近見たもん。プロデューサー。あ、俺。目の前にあるものではなくて作品のことです。論文、作品って言うのかな。お、どんな論文。あ、俺のポイント足りんね。映画などは研究以外のもので。あ、まあでもポイントを使ってめっちゃ上げといた方がいいよな。最近わかりました。後でおすすめをまとめるので見てみてください。分かった。お、そこの同意早いな。楽しみ。じっとしてるのは得意。楽しみにしてるね。あら、可愛らしい。なんかこの二人の関係性もどんどんな高まってる感じするよな。もう少しだけパラメーター上げのこれにしてみようか。お、で体力6上がっとった。マックスなったな、これで。また一緒に行きたいな。かわいい。一緒に
な一体。あ、はいはい。ハンカチ届けてくれてありがとうございます。かわいいお姉さん。はい、感謝してもしきれません。ぜひお礼をさせてください。わ、オタク刺さりティアワンじゃない。オタクはお姉さんが大好きですからね。はい、そこまで。なんかビジュアルトレーナー。だけぎこちないかな。なんかいいお姉さん感あるけど。すみません。はあ、ていうかこういうビジュアルはこういうやつやんねんな。謝らなくていいわよ、練習だし、うん、あなたの実力を引き出すのが私の仕事。一緒に考えましょう。絶対怖いわ。めっちゃ苦手かもしれん、はい、なあ、こういうタイプのさ、女の先生ってすごい怖いねんな。でこっちもビクビクしてな、あの出せへんっていう。オタクは怖いお姉さんは苦手ですからね。妹っぽさを意識しすぎかもしれないわね。妹っぽさ、それは妹っぽさ。あなたの事情は知ってるけど。おお。それ取っ払ってみよう。なんかそんなんがあるの。親しい人を思い浮かべてやってみて。ほう。はい。親しい人。親しい親しい人。このハンカチ届けてくれてありがとうございます。感謝してもしきれません。ぜひお礼をさせてください。おお、なんかお姉さんや。はい、いいじゃない、とってもいい感じ。あなたの良さが出てたわよ。その調子で頑張って。なんか包み込まれる母性がありますね。ありがとうございます、うん、誰のこと思い浮かべてたん。これ俺ちゃうん。俺じゃないんですか。お疲れ様。あー、ごめん、声が大きくてごめんなさい。中間試験前最後の追い込みですね。もう中間ね。能力を伸ばせるチャンスなので、はい、よく考えてレッスンをしましょう。ありがとうございます。さて、何を重点的にレッスンしますか。うん、お、ボーカルを重点的に。あ、まだダンスがちょっと足りひん感じやんな。ダンスを重点的にいきましょう。素敵なダンスは見る人を魅了しますからね。身のあるレッスンになるよう頑張ってください。感謝します。応援してますよ。はい。そのオタク狩りのポーズ、その仕草は落ちるって。オタクが、かわいい先生、かわいい先生やな、ほんま。ヒロちゃん、かわいい。三つ編みかわいいな、すごい。応援とトラブルを意識しよう。トラブル？ね、それ。応援やトラブルの内容はこちらをタップすると確認できます。暴力。そう、パンチは暴力やろ。オッケー。かなり上がったんじゃない？こんなに上がるんやな、75アップ。強っ。めっちゃダンス上がった。はいはい。明日の試験に向けて今日は英気を養ってもらう。お、で、あ、元気も上がると。よかったよかった。お、中間コミュ、ふふ。このね、プロデューサー、うん、こうやって控え室で出番を待っていると、ちゃんとしたアイドルになったみたいで、うん、ワクワクする。なってるよ。お、リラックスしていますね。ちゃんとしたアイドルですよ。ハラハラしてきました。どうなんやろうな。まあでもハラハラでもなんかいいコミュニケーションになるような気もせんこともないねんけど、行ってみようか。プロデューサー、うん、ほんまに楽しくはないわ。おかげさまで趣味を満喫していますよ。よかった。へえ。今日の私をしっかり見ててね。わ。行ってきます。おお、ここいいよな。アイマスのこの辺のな、頑張ってきます。よし頑張るぞって言って行くこの感じな。よろしくお願いします。はいはい、いいよな中間試験。うん、で審査以上。お、素晴らしい。素晴らしい。もう結構でも上目にいるな。大丈夫そう。さあ頑張るだけよ。あとはこの辺使ってみる。あかん、あかんらしい。元気を上げ、元気を上げたらあのスコア分アップね。じゃあ表現の行こうか。最初からこういう元気を上げつつ、これ使ってみる。ワクワクするね。6位や。っていうかあれが上がってないんか。
スコアを上げてないってことやな。これでどんどん上げていくとやばい。他の伸びがすごい。ちょっと待って、この辺上げて、あと6ターンちょっとまくらなあかんけど、やばい、俺カード少なくね？なんか全然上がるカードがない。あーすごい上がる。元気分でまくっていくと、あと3ターン足りる？え、17、全然足りひん。おい、嘘や嘘や。あ、いけ、スコア、まくれねー。おい、めっちゃくちゃ強い。うそ、頑張れ。できた。やっぱり邪魔ならないね。下手くそすぎる。全然分かってないから、上級者すぎる。むずすぎる。全然上がらへん。上級向けすぎるな。俺には無理なのかも。おい、お疲れ様でした。篠沢さんは不合格でした。ねえ。おお。やっぱりアイドルってちっともうまくいかないね。うん。楽しい。おお。悔しくはないんですか？それは良かった。合格したらもっと楽しいですよ。合格したらもっと楽しいです。そうなの、うん、向いていないことを頑張るのが楽しい。篠沢さんはそう言いましたね、うんうん、結果を出せばきっともっと楽しいはずです。試してみる価値はあると思いませんか？学園生活をより良いものにするために。思う。プロデューサーすごくやる気出た、うん、おー、私頑張る。はあ、まあでも結構頭がいいから、そういうね、今まで失敗みたいなね、あの苦労的なところがあれなんや。うん、トゥルエンド全然やったら、お疲れ様でした。まあでも多分パラメーターとかそういうのが足りひんねんな、サポートの。うん、ああ不合格、うん、残念ながら出場はできませんでしたが、はい、悔しさをバネにもう一度アイドルと一緒に頑張りましょう。わかりました、ごめんなさい。わ、全然やな、なかなか上げづらいな先生。わあわあ、もう写真すらないやん、えぐい。ごめん、ちょまた行きたいな、茨の道。ほんまにそうやん。はい、ということで学園アイドルマスターこれで、まあでもちょっとな、上級者向けはやっぱあれなんやな、そのカードの強さとかがもうちょいないといけへんって感じだったけど、じゃあまずはなんかトゥルーとか見たいけどなっていう感じでしたが、いやこの2人めっちゃ可愛かったわ。はい、ということでこれにて終了したいと思います。ありがとうございました。また次回の動画もよろしくお願いします。お疲れ様でした。